そうよくね庭お庭なんかにこう虫がのお花に虫がつくと思うんですけど、その虫の代謝方法ね、いろんな、まあ、薬とか出てると思うんですよ、市販薬とかも、それが例えばどれが何に効くって一般の人よくわかんないと思うんですよね。一応ほらラベルとかには何に効くとか書いてあるけど、いろいろ書いてあるじゃないですか、いっぱい。だから、まあ、今回はここでズバリ、これはこいつに効くよみたいな情報をいただけると嬉しいなと思うんですけど、例えば、まあ、一般的にねアブラムシとかっていっぱいつくじゃないですか。アブラムシに対しの対処方法はどう思いますか、実際。まあ、一般的に使われるのはボルトランっていう、粉末状の薬、粉末ではないけど粉状の薬ですよね。あれは防衛剤みたいなのですか。まず殺す成分も入ってますので、まあ、ついてたやつも根元にこう振りかけてもらって水で溶かして、その水を植物化すると、吸ったやつを虫が食べると虫が死んでいくっていう、まあ、要するにこう即効性はないんだよね。そうですね、即効性はないですね、あれは。なるほど。1日2日はかかっちゃうかな。あ、でも1日2日で。そうですね、まあ、ただずっとやり続けなきゃいけない時もあるので、まあ、完全に壊滅するまではちょこちょこはやらないといけない。割ともうちょっと時間かかるかと思ったけど、そのぐらいで効果が出るようになればね。そうですね、いいですよね。他にないですか、みちおさん。まあいや今オルトランの話ありました。まあ確かにオルトランというのは植物がその薬品の成分を吸って、それでその薬品の成分を吸った植物を今度その虫が、まあ、吸ったりそういうね樹液を吸ったりすることによってそれで死ぬっていうのは、ね、感じなんですけど、ちょっと裏技じゃないですけど、まあまあ、粉状なわけですね、オルトランチ。まあ、もちろんスプレー状もあるんですけど、今、おっしゃられたのは、粉状のもので。で、まあ、即効性は確かにないんですよ。ただ、まあ、裏技として、まず植物自体に水をかけるんですよ。うん、で、そこからこう振りかけてあるんですよ。例えば、アブラムシついてる植物があったら、まず水かけてって、でそこからちょっとこう、上パラパラっと植物自体に振りかけちゃう、そうすると水が転着剤となって、うん、それにこう振りかかってですね、成分が溶けて直接効くっていうやり方も一応あります。そうなんか、ええ、まあただね、あんま植物とかもいろいろあるんで薬害を起こしたりすることもあるかもしれないんで、あんま公にはできないんですけど、たまにうちなんか見た目が汚くなっちゃうんですよ、一瞬。だから、もし即効性をね、求めるんであれば、まあ、スプレーやっちゃえばいいんですけど、そういうやり方も一つあるかなと思いますね。なるほどね。ええ、それはね、はっきり言って、ね、僕たちは知りませんでしたね。そうですか。まあ、たまにやったりします。ちょっと汚いですよ。まあ、水で溶けちゃうんでね、死んでから洗っちゃうって、ね。たぶん戻っちゃう。オルトラン C 流剤のちょっと新しい使い方ですね。そうだよね。オルトランかな。オルトラン C っていうのスプレーかな。ちょっとオルトランかね。ごめんなさい、勝手なトークなの、勝手に話通ってでしょ。勝手に言っちゃいました。ね、なんか他にはね。他にはまあ例えばまあアブラムシとかだったらもう結構いろいろね、まあ民間療法じゃないですけど、牛乳なんか。薄めてかけたりすると油虫を退治できたりもありますね。牛乳で油虫とか死ぬんですか。やっぱり膜がおそらくできるんでしょうね。ちょっとそのメカニズムまではちょっと私説明できないですけど、牛乳を薄めてねこう散布すると、あ、じゃあスプレーかなんかで、そういうことですね。薄めてですね、ちょっと薄めてあげると、それこそまさに無農薬ですね。まあね、本当に植物にも自然に優しいじゃないですか、ね、なかなか、ね、こういい
意見をね、一郎さんにいただきましたけど、その他にも、まあ今ね、バブラムシに関して、オルトラの話と、牛乳の話が出ました。今度は、じゃあ、僕が一番こう厄介だなと思う虫が貝殻虫なんですけど、